300試合を。ありがとうございます。リーグのタイトルって多分俺 J2 の優勝しかないんですけど、その J2 の優勝が湘南にレンタルでレース会行ってた時なんですけど、2014年ですかね。で一応なんか優勝したんですけど、張監督のところで、まあ本当に開幕からね14連勝ぐらいしてぶっちぎりで優勝したんですけど、その時の年の、まあ、優勝が決まった試合っていうんですかね、昇格が決まった試合っていうんですかね、京都アウェーの京都の西京国で試合だったんですけど、その試合はすごく印象に残ってますね。思ったより300試合ある中で印象に残った試合っていうのはなくて、正直まあ本当になんか平凡なキャリアだったのかなってちょっと自分で今焦っちゃったんですけど、そうですね、リーグタイトルとかっていうのがやっぱ J1 で取ったことなかったので、そこは本当にねえなんかあんまり印象のない試合がないから、まあ J1 だったら誕生日に2点取って FC 東京に勝ったことがあるんですけど、それがすごく柏の時なんですけど、みんな喜んでくださってサポーターもすごく印象的ではあるかなっていうのはあるんですけど、これが特に一番だっていうものはないですね。あでも本当にみんな新鮮な気持ちで、ACL って、まあ、本当に何て言うんですかね、楽しい舞台で、もちろん結果を求めていかないといけないですけど、それ以上にやっぱりね、外国の方たちと試合をしたりとか、外国に行って試合をしたりとか、すごく、まあ、J リーグでプレーしているだけじゃ感じれないことも多いので、そういうのもフレッシュに感じながらチームとして勝ちにこだわって、グループリーグ突破できるようにね、頑張っていきたいなと思います。まあ、強みとかストレングポイントはまあ攻撃面だとは思うんで、まあ、本当にチームのプレーをハードにしながらも、まあ、前での、リズムを変えたりとか、攻撃的にアクセントが加えられるようなプレーをしていきたいなと思いますし、まあそれプラスして、まあ、自分が今最近思ってるのはもっとやっぱ、攻撃の部分でちょっと自分を出してもいいのかなと思いますし、まあ、チームに来て、まあ、1年まだ経ってないですけど、まあ、本当に慣れてきているんで、徐々にもっともっと自分のプレーの幅を広げたりとか、やっていけることを増やしていきたいなと思います。何でもチャレンジはした方がいいと思いますし、一言で何て言うんですかね、よく前言ってたのは、その長官とか言ってたんですけど、なんだっけな、なんか虎の穴に入らなければ虎の子は得られないよっていうのがあると思うんですけど、それです。それっていうか、まあチャレンジですよね。日々チャレンジだと思います。趣味ですか、はい、趣味はですね、まあ僕はいろいろとあるんですけど、まあゲームもその一つですし、とこう見えて意外と何て言うんですかね、ネットのなんか YouTube とかでいろいろ勉強するのは好きですね。なんか勉強って言っても本当にいろいろで、まあ本当にめちゃめちゃいろいろ、何て言うんですかね、これっていうのはないんですけど、まあなんか情勢とか為替とか株とかっていうののあれを調べたりとかっていうのはすごい好きですね。今ですとゼルダの伝説のティアーズ・オブ・キングダムっていうのがあるんですけど、それは本当に、深くてめちゃめちゃ広い世界の話なので、ぜひ皆さんにもやってもらいたいなと思ってますし、スイッチである、ニンテンドースイッチってすごく、ね、扱いやすいハードなので、まあ、すごくおすすめかなと思います。まあ、お肉ですかね。お肉食べ過ぎるから肉離れしちゃうのかなって最近思ってるんですけど、まあ本当にまあ本当にお肉は好きです。すいません課長、私以上です。すいません、いやなんかふざけた感じになっちゃってね、しょうもないね。本当に肉離れしないように頑張ります。まあでも本当に子どもの時とか小さい時っていうのは本当にいかに楽しく、ボールに触れられるかっていうのがすごく大事だと思うので、何回も何回もトライして、何回も何回も挑戦して、ボールにいっぱい触ってほしいなと思います。
しりとりしようぜ。いいよ。リンゴ、ゴリラ、ラッパ、パルシステム。なんだよパルシステムって。え、うちに来てる生協の宅配だよ。すんごいうまいんだぜ。パルシステム。